気がキモいかどうかは、俺は別にキモいことはされてないけど、ただ俺の放送にいきなりロムっててな、あのコメントしてくんのはやめて、普段気もしねえくせしやがって、そういう時だけ。ああ。いやー、その辺は暗黒あたりで聞いたらわかんじゃねえの。うん。俺はだって一度も絡んだことがないから。うん。四眼だろ？四眼で言ったら、小屋順と、画伯は絡んでねえな。ああ、渋金と同期。それは知ってるよ。うん、だけど、画伯と俺は絡んだことないよ。うん。ニコ生だろ？なんかいつの間にか消えてったね。うん。ダルガナミのは俺にはしてきたことはあるけど、もうその当時は俺絶好調マンだったから、もう頑張ってねで終わってた。お前誰？レベル。笹の輪を解除してあげてよ。いや、その前にお前をブロックしとくわ。うん。もうこんなやろ。解除してくれっていうのは、な、それ解除するに値するやつだったらいいよ。デブリン？あの建築屋行ったの？へぇ。小山建設だっけ？小山商会だっけ？なんか、うん。じゃねえの？うん。そこの息子だろ？うん。さあ、俺は配信ではな。別に知ってるけど、うん。言わねえけどさ、ろくなことないと思うのだけれども、うん。はあ、パリポテ、パリポテ、お疲れ。いらっしゃい。うん。あ、でも小山は俺とは普通に、俺もユースとあいつやってる時にちょいちょい顔出してやって、なんかニコ生の頃は荒らしてすみませんでしたとかいうこと、もういいよそんなのよって。で、おめえニコ生戻ってこねえのかよとか言ったら、いや、もう俺は戻んないです、みたいな。うん。フレブル買いました。うん。大変だな、これから。今じゃ薬で廃人に。小山？そんな感じはしなかったけどな。わかんないけど。追跡調査をするほどの人間じゃないから、外から入ってくる情報も、うん、ないしね。うん。金融、コンテありがとう。噛まれてます。あ、とはな、何ヶ月で買ったの？買ったのってご受け入れたの？甘神だろ。歯が生え揃うまではやられるで。ああ。押したら、噛んできたら押してやれ。目見ながら。いいよ、噛んでいいよって。そうすると犬は、この人を噛んでも勝てねえってわかるから。
引いたらダメだ、噛まれた時に押せや、うん、キャスターロありがとうマド決まったあだすデブリン、それは育て方の問題だよ、ああ怖いんだよ、だから全方向的に思うんだけど、噛ませてくれる人っていうのは安心するんだよ。俺が噛んでもこの人は俺のこと怒んねえ、いいよ噛んでって言ってくれる人のとこに必ず懐くから。いてーって何すんだよこの野郎って言ったらずっと敵だぜ。ああ、そういうことよ。部長さんはいつも佐野さんの、だいたいあいつはここにいる。うん、いや向こう行ってろって、いや行くけど、うん、だから佐野さんは眉に殴らせたのか、あの人の言うことは眉って G のことだろ、いやあの人の犬じゃないからね、うん、俺の言うことしか聞かないからしゃあねえよ。殴れって言ってねえよ俺は。向こう行けって言われてたからな。だからケロの犬ではないんだって言うんだよ。もうみんなそんなこと言うけど。じゃあケロにブロッコリーな、懐いてたかって言ったら、懐いてないんだよ。誰のイエスマンだったと思うの？ねえ。でしょ？まあでも俺はもう犬はまあいたらな。なんだろうな、一人でつまんねえな、でもな、飼ってその犬に自分の寂しさを分けてもらうのもどうかと思うからな。とは頭がいいから大丈夫なんだよ。育て方をきちっとやったら。あなたの最高のパートナーになる。だから部長は最高のパートナーだったんだよ。俺の言うことだけは絶対だから。ああ。バカな犬が一番ダメなの。頭がいいから、この人の顔色見て、言葉を聞いて全部理解していくから、うん、そうだね、教え方間違うとバカ犬になるから、そこは最初の3ヶ月目までは勝負だよ、うん、根比べ犬との、今じゃ、あさって、しあさって、今じゃ、佐野が傍若の犬になってしまってるね。ワンワン、ワンワン。傍ちゃん、ワンワン。これでいいですか？あさって。ワンワン、ワンワン、ウォー、ウォー。オッケー？おっさ。そういうとこは俺は乗るよ、うん、そういうコメントが来たら、うん、
レブリー、俺の牙、いや、もともと歯はもうねえから。でも、心の中では、結構熱いのよ。意外と。うん。とは、おう、楽しめないと思う、最初は。自分がグッて我慢しないと。で、もしも、今2ヶ月で勝ったって俺聞いてるから、あと1ヶ月が勝負だ。この1ヶ月、なんか悪いことやっても、絶対叱っちゃダメ。知らーんぷりして、さささって全部掃除して、ああ、やっといた方がいいと思う。怒ったらまたやるから。なんでかって言ったら、悪さすりゃ、飼い主が反応してくれるってもうインプットされるから。俺のね、その犬の対応が本当にいいのかどうかわかんないけど、俺はそんな感じだったな。うん。その代わり上手にできた時には、思いっきり褒めてやる。あとはね、最初はね、俺の感覚だよ。一緒に布団の中で寝てやること。こっち来いっつって。まだ子供の子犬のうちだったら必ず自分が横に入れたらトイレのしつけなんてもうそんな2週間もかかんねえで終わるから。お手は10分。お座りも10分。ああ、伏せも、何でも。藤波、それは最初が間違ったんだよ。じゃあ、剥き出した時に、藤波な、噛ませてやれよ。二度と噛まなくなるぞ。この人に噛みついても、俺は勝てねえなって犬はわかるから。ああ。そうだね。ああ。自分が機嫌悪かったらガーってやったら、もう向こうが引くから。もうそれ調子づいてんだ。噛ませてやれよ。多少血だらけになるかもしんねえけど。目見てな。外すぜ、絶対に。ちぎることはない。うん。だって餌もらえなくなるから。その人怪我させたら。だろ？そういうとこだけは、餌と散歩。そういうとこだけは犬は長けてるから。変なところで漏らさ、だから、そこで漏らしたらいい？デブリン。漏らしたとこをトイレにしてやれ。なんだよお前よって、ここでしたいのかって。じゃあちゃんとここいつもしろよって、そこをトイレ場にしてやれ。人間がこっちでしてもらいたいなって思うのは犬は理解しねえから。だから、漏らしたとこをトイレにしてやれ。いいよって、ああ、うん、ここでしたかって。うん。じゃあお前ここで、もうすりゃいいよ。ね？うんじゃない？俺はそう思うけどね。うん。いや、ムツゴロウかどうかわかんない。難しい。布団でされた。布団でされたか。じゃあ、その布団は、その犬の毛布にしてやる。自分の多分匂いをつけたいわけよ。
来たばっかりで自分のものが何もないからマーキングしてるんだと思う。だから、おお、お前ここ染めしたか、それは洗うなよ、洗濯絶対すんなよ、もう臭いまんまで畳んで毛布にしてやってそこを寝床にしてやれよ、うん、そこで寝んねしな、いいよって、意味があるんだよ、必ずその行動には、生き物には、うん、犬が自分の寝床にしょんべんなんかしないよ、絶対に、わかる？寝床にしてやれ、そうだろ、自分の寝床にうんこしょんべんする犬俺は見たことねえな今まで、ああ、うんことしょんべんの上に寝てる犬は俺は見たことない、絶対そこは逃げるからね、だろ、じゃあ俺はたまたま寝起きで腹が痛くてちょっとぶりっただけだろうがよ、テルいらっしゃい、そういうことじゃないんだよ、うん、俺は犬、いや俺はもういいかな、うん、あ、ブロッコリー？それは彼らは人間の欲に自分のなんだろうな、生き方を曲げられてるからじゃない？でもいたら絶対可愛がりそうよね。あ、俺？まあ可愛がるに。は決まってるんだろうけど、怒るときは怒るよ、この野郎とか言って、ダメだっつったろそれっつって、こっち来いっつって、俺何やったの、ダメだろって分かってんだろお前はってわざとやったんだよなっつって、じゃあこっち来いっつって、うん、もうダメだで、あれはって。待ったって目見ながら。お前はお利口だからわかるなって。もうダメだぜって。よしよし。やってやれ。もう怒んねえから。目は見る。絶対に。シロスケお茶でありがとう。おざす。だからよく言ってんじゃん。まあ、最近、うん。傍若も、カールは、人の会話を全部理解してるよって。だから、なあなあって、ピチャピチャやってみって言うと、ちゃんとピッチョ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 とか俺聞いてるからヘッドホンで、おーやってんなって、あ、こいつはちゃんと分かってんだなって、うん、だから家族の動向には寝たふりしてんだろうけど耳だけは絶対立ってるはずだな、ああ、だろう、坊。耳たたんでねえよな。寝てるふりして。絶対そうだ。いいのはね、飼い主が静まるまで、寝るまでは絶対寝ねえから。寝たふり。うん。
ちゃんとこは普通に血統書ついてんじゃないの。うん。部長はいびきは書かなかったね。うん。むしろグーちゃんの方が書いてたかな。黒パグの方が。ブースかブースか。部長は書かなかったかな。うん。ま、あれがグーグーだって言うんだったら、グーちゃんの方がうるせえ。うん。あよ、ケンさん、いらっしゃい。いや、脇で気絶は、まあ、あれはまあ、ネタ的にな、面白かったかもしんないけど。ドア、ああ、頑張ってよ。で、多少フレンチブルドッグは子犬のうちは、強く言ってもいいから。うん。レモネードお茶店ありがとう。彼らは、どの人についていったらいいのかを探すから。うん。だから自分についてこないと後で困るぜっていうのは徹底的にまず最初に仕込まないとダメ。緩んだほっぺたを撫でたい。それ自分で飼って育てればいいじゃん。でも撫でさせてくんないモードになったらアウトだけど。もうコメント読むことはないと思うんで、アカウントでも変えて頑張ってください。佐野12343お疲れ様です。ブロックは入れないけどね。うん。一応説明だけで。はい。タンタカリガトンバード。決まった。あざーす。ってことです。ね。レジェンド君。そういうことなんですよ。はい。口だけ。酸欠の金魚じゃねえんだからパク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 やってんじゃねえよ、おめえよ。もう一つ、お茶店、ありがとう。ポンプを水槽に入れないとマジ死ぬから。デブにね、さっきからね、さっきも謝ってたのを俺スルーしたけど、あんた、うちの、俺が言う分にはいいけど、デブリンが、うちの他のリスナーに、突っかかっても、やめて。あんたも俺には何一つやってないからね。お前じゃあよ、茶爆投げてみろよ、今。100。なあ。おい。のっち。うん。振り込ませてください。今振り込んでみろよ。モススありがとう、ハーフ。決まった。あらーす。レジェンド、お茶店します。え、ちょっと。さっき言ってることが話が変わってんだけど、振り込みますからお茶店にグレードダウンしてるよね。あれ？うん。まあデブリンも気をつけた方がいいよお前。発言。うん。何？な、お茶店します。無料のアイテム。ああ、え？振
振り込みますはどこに行ったんですかね。あれれ、眠ってえな。もう読むことはないです。はい、以上です。まだ10時じゃねえかよ。俺今日枠開けたの早かったかな。スッチーおめぐみをって言えよ。こじき言ったらスッチーが入れてくれるの。ビタンありがとうマーロー、決まったあら言えよとかさ、お前何様ね。はい、デブリン君、結局アンチだったわけですね。ブロックです、さよなら。あとでまたマリコのとこ行ってブロック解除お願いとか言ってもダメだよ。はい、さよなら。もうコメントさえも消したい。手のひら返しやめてくれよ、気持ち悪いな。くせえなと思って、それでも文句な言われでよ、相手してたのによ、何言ってんだこいつ。2万円しかないですが、明日振り込みます。え？今じゃないの？オンラインバンキングとかやってないの？てか、むしろ、砂漠投げろよ、お前。なんだ、お前。これか。これか。これか、これか、これか。土日でもオンラインバンキングは入りますけど、藤波。アプリ入れてないんだ。そうですか。じゃあ明日ブロック解除するんで、それまでブロックでお願いします。さよなら。バイバイ。はい、ブロック入れました。どんなもんだろう、お前。コメントも消してやるよ、この野郎。なんてんだよ、お前。アンニョンハセヨ。はい。海外のサイト行ってください。さよなら、ブロックです。日本なんでね。んだよな、10時だもんな。言うだけはタダだから。微妙な時間ですね、10時。そっか。別に俺そんなには腹減ってねえし、まあ一旦枠切って、うだうだしてもいいしね。今日結構寝たのよ俺、どっぷり。だから元気でしょ意外と。みんなも今どんな枠やってるのか俺知らねえけど、遊び行ってくれんじゃねえの。まあ俺は多分テレビに
テレビかな、うん、録画かな。今日何食うやの。いや別にそんなに腹減ってねえから、酒飲んで寝るだけだろ。仮眠。ああ。